視聴者の皆様、お元気でしょうか。こちらの動画では、イマジンチャンネル3周年記念動画というものでお伝えさせていただきます。さあ皆様、最近は、最近っていうのは撮った時現在の最近なので今はもしかしたら違うかもしれませんが、新型コロナウイルス、いわゆる、COVID-19、COVID-19、COVID-19 など、の影響により、外出自粛など、外出自粛やいろいろと、いろいろな制限などある中、皆様、どのようにお過ごしでしょうか。ちなみに私はと言いますと、たまに、外に散歩などに行くことはあるんですけれども、外食なども、この撮った時現在のことですけれども、ほとんど外食などもしないような感じです。外食の帰りという感じで、出前などをたまに、撮ることはあるんですけれどもね。はい。皆様もそれぞれいろいろな過ごし方があると思います。ということで、そういう話はさておき、これは前置きということで、本編に入らせていただきたい。今回の、動画。題名にも多分あると思うんですけれども、なんとイマジンチャンネルだ。2021年4月3日で3周年となりまし、なりま、なりました。場合によってはなります。いやー、皆様どうでしょうかね。イマジンチャンネルは2018年4月3日に最初の動画、イマジンチャンネルの創造動画、1段から30段を、一気にドドンと、アップロードさせていただきましたけれども、今回、3周年ということで、ございます。イマジンチャンネル3、なんと3周年という、ことでございます。あまり節目の年とかでは、多分ないと思うんですけれども、一応、毎年1周年記念、2周年記念というふうに、お届けしたということで、今回も3周年記念をお届けしようかな、などと思って、このような動画を投稿、アップロードいたしました。いやー、よかったですね。なんとイマジンチャンネルは今、なんと3周年ということでございます。皆様、最近はですね、最近というのは撮った時現在なんですけれども、チャンネル登録者数も1ヶ月に1人から2人ほど、ずつ増えており、大変私としては嬉しく思います。ありがとうございます。こちら、470本目で、イマジンチャンネルは3周年。イマジンチャンネル、動画が消えているなど何かない限りではござりますが、最初の投稿から470本目。470本目が、イマジンチャンネルの3周年の動画となっているはずでございます。もし違ったらすいませんけど、確かね。そういう感じだと思われます。さあ、皆様、今回というか、イマジンチャンネルをここまで 3年間続けていけたのも、視聴者の皆様からの、激励の言葉や、アドバイスなど、そういうもののおかげでございます。本当にありがとうございます。また、特に想像動画にて結構多いんですけれども、想像動画では、こんな想像思いつかなかったなど、そういう声もたまにいただきました。本当にありがとうございます。また、これは、誰とはお伝えいたしませんけれども、ある方からは、私のヤマハキーボード演奏動画について、今より昔の方がちょっと面白かったのに、今は、演奏だけで、あまり歌とかもない、あんま歌わないんだね、みたいな、そういうことを、言われたので、今後、演奏だけでなく、たまに歌なども、歌えたらなと私は思います。もちろん、ちょっと演奏中心になってしまうことは結構あると思うんですけれども、もし何か、歌えそうなものなど、ございましたら、著作権の関係などであんま歌わない方がいいものなどもあると思うので、著作権フリーのものを、同様など、歌えたら歌おうかな、などと思っております。で、今後の予定なんですけれども、一応、引き続き、
ま、ちょっと想像動画などはしばらく、これ撮った時現在の話で、もし変わったら、変わったり何かあったりしたらすいませんけれども、必ずしもそうなるとは限りませんが、撮った時現在の予定としては、引き続き、当イマジンチャンネルでは、ヤマハキーボード演奏動画の、こう、引き続きお届けしていこうかな、などと思っております。また、本当にま、たまにではございますが、私の小さい時の、小さい時に、撮った映像、なんか皆様に、お聞かせできるもの、ご覧いただきたいものなど何かあった場合は、本当にすごくたまにだと思いますけれども、私が小さかった頃の映像などをお届けする可能性も、あるかもしれません。ただヤマハキーボード演奏動画が、これからも中心、これからもは中心にヤマハキーボード演奏動画を中心に、お届けすると思っていただければと思います。よろしくお願いいたします。ということで、別に今回は振り返りなども、ほとんどなかったと思いますが、3周年記念動画はここで終了とさせていただきます。これからも、引き続きマジンチャンネルは、かなり少ない頻度ではございますが、また不定期ではございますが動画を、引き続きアップロードして視聴者の皆様に楽しんでもらえるような、当イマジンチャンネルを作っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。また、ね、これは、大体の記念動画などで大体お伝えしていることではございますが、たまにやむを得ず私イマジンが病気になってしまったり、体調を崩してしまったり、場合によってはかなりいろいろな用事で忙しかったりと、動画の投稿がかなり空いてしまう、しばらく動画投稿されなくなってしまう時期などもしかしたらあるかもしれないということを、できれば、ご承知おきいただければ、いわゆるご容赦いただければと、私としては大変嬉しいでございます。よろしくお願いいたします。それではまたもし何かありましたら、何か最新の情報や視聴者の皆様にお届けしたいことなど何かございました場合には、この私イマジンの肉声にて引き続きまた何かあったらお伝えしようと思いますので、また500個目記念動画についてもまたお伝えする予定ですので、ぜひぜひお楽しみにお願いいたします。ということで、イマジンチャンネル3周年記念動画についてはここで終了とさせていただきます。皆様最後までご視聴ありがとうございました。これからもイマジンチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼します。またいつか。